こんにちは、レフト兄弟です。今日紹介するのはこちら、ファイナルファンタジー7リメイク、プレイヤー使い、ティファロックハートドレスバージョンになります。以前エアリスのドレスバージョンもレビューさせてもらったんですよね。今日はティファっすよ、ティファ。ティファのこの神ボディのファンの方はかなり多いんじゃないかな。じゃあ早速、箱の方から見ていこうか。見てみて、この究極ボディ、もうエロさ倍増だよ。ちなみに私レフト、すでにギンギンです。で、顔なんですけども、もう少し上の方を上げた方がいいかな。パッケージは非常に可愛いんですよね。ただ、以前のエアリスの前例があるよね。パッケージ詐欺。今回も不安がよぎるな。で、裏の方を見てみると、裏の方はこんな感じになってます。まあ、こちらはファイナルファンタジー7リメイクの劇中のシーンを再現してるのかな。衣装がかなりエロティックですね。じゃあ早速、開き戸になってると思うんで、開き戸開封してみますよ。こちらを開くと、あれ？どう？顔のクオリティ結構高くねえ？パッケージ詐欺じゃねえんじゃねえの？で、手首の交換パーツも何種類か入ってる。ん？これは別の顔の表情パーツかな？で、横の方に来ると、なんかこの顔ちょっと微妙なんすよね。まあ、箱の状態でどうこう言うよりも、一度開封して中の方を見てみたいと思います。じゃあね、もうそのまま行っちゃうっすよ。じゃあ、下の方は、実を言うと、先ほど一度開封してしまいました。まあ、細かいことはいいってことでね。では、開封の方します。こちらがブリスターケースの方になるんですけども、ブリスターケースは全部で2つ入ってますね。こちらがスタンド。確かこのプレイヤー使いは全てスタンドが入っているんですよね。で、今回メインのティファロックハートドレスバージョン。顔見て、非常にいいような気がする。では、ブリスターケースの方から一度出して開封してみたいと思います。ティファドレスバージョン、開封しました。今回のティファは割とクオリティ高くねえすか？特に顔の再現度。これはパッケージ詐欺じゃねえよ。いいクオリティなんだけど。では、カメラの方を一度外して、舐め回すようにフィギュアの方を見ていきたいと思います。ではね、下の方から行くよ。見て、この足のね、ヒールなんかの再現度、非常にいいですよね。まあ、特に俺にはたまらないのが、この生足だよ。生足はやっぱり最高だよね。どうしてもね、やっぱこの中の部分が気になんだよね。ちょっとこの位置だと見えねえな。まあ、後で細かく見ていくってことで、このドレスもエロティックだよね。出たよ。特にティファと来たら、このあたりがたまんねえな。この服は脱がせんのかな？まあ、これも後でやってみようか。頭部の方になるんだけど、瞳なんかクリクリしてて、かなり可愛い感じですよね。この唇もなんか艶やかで、エロティックで俺にはたまんねえな。眉毛のラインもこれまたいい造形だよ。まあ、髪型の方なんですけども、ちょっと回してみる。後ろ髪はこんな感じで再現されてますね。このね、ブラのラインっていうのかな？まあ、ブラじゃないね。この背中のラインがまたいいんだよね。はい、元の位置に戻させてもらいました。クオリティなんですけども、見れば見るほどいいクオリティだよね。で、安定感になるんですけども、どうしてもね、足首の関節がちょっと個人的、これ個体差あるのかちょっとわかんねえですよ。折れんのは非常に関節が緩いような感じがする。だもんでそのまま立たせようとすると、いい位置に持ってこないと自立は難しい感じですね。やっぱちょっと倒れちゃうね。まあ、そこで登場するのが付属していたこちらのスタンド。まあ、飾るときはこちらのスタンド使った方がいいような気がしますね。で、こちらのスタンドも小さいタイプと大きいタイプ、まあ、取り付け位置を交換できます。まあ、足の方で固定したり、ボディの腰のあたりで固定したり、まあ、そんな感じで使えばいいんじゃないかな。で、今回このドレスバージョンのティファってことでレビューの方させてもらってるんですけども、実はノーマルのタイプも発売されていたんですよね。今回用意してます、それがこちら。実を言うとね、このノーマルバージョン、顔以外のクオリティは非常にいいんですけども、顔ちょっと見てみる。これね、お前は誰だよ。全然顔のクオリティはいいんだけど、この時のノーマルのティファかなりパッケージ詐欺だったんですよね。このノーマルバージョンのパッケージの方もちょっと乗っけておきます。こんなに違ったんすよ。そこへ来て今回のこのティファの顔、そう思うとね、俺のテンション上がるわけだよ。この時はかなり残念だったからね。ということで、こちらの頭部をこっちに付け替えればかなりいいノーマルバージョンのティファも再現できんじゃねえのかな。ちょっとやってみるよ。
ノーマルバージョンのティファ完成しました。やっぱり顔の表情パーツこっちに変えることによってティファめちゃくちゃ可愛くなんだけど、これはいいな。ということは顔の表情パーツのためにこのドレスバージョンのティファをもう一個変えってことかな。いやいや、なんかどっかのメーカーみたいな商法使うな。でちなみにね、ドレスバージョンの方にはノーマルのティファの表情をつけさせてもらいました。うん、すっげえブサイクになっちゃったな。この顔は勘弁してほしいよね。じゃあちょっと元の位置に戻しますよ。はい、頭部の方を拡大させてもらいました。やっぱり今回のティファ顔かわいいよね。でちなみにね、先ほどのノーマルバージョン誰これ全然似てねえんだけど。で今回のこちらのドレスバージョンのティファになるんですけども、別パーツの顔の表情が入っていました。ちょっと微妙な感じするんだけどね。であとこちらの後ろ髪、少し横になびいた感じかな。こっちの方に交換してみたいと思います。はい、別パーツの表情パーツに交換させてもらいました。ちなみに後ろ髪の方もなびいた感じかな。パッケージにあったポージングを再現させてもらったんですけども、どうこの顔のクオリティ、まあ悪くはねえ、つや悪くはねえんだけど若干微妙さが残るんだよね。このあたりは皆さんどう思いますか？それで今回手首の交換パーツが何種類か入っていたんで、個人的な、まあ、ちょっと俺好みのポージング、いろいろなシーン再現してみたいと思います。残念、下着ではなくパンツでしたね。これはちょっと俺の期待を裏切った。でこの胸の部分なんですけども、この衣装脱がせらんねえかな。神ボディを見てみてんだけど、ただ見た感じ造形的に脱がせるのは不可能ですね。まあプライヤーなんか使って無理やり脱がしてしまうことも可能だと思うんだけど、まあさすがにね、無理やり剥がすのはもったいないんで、変態パーツでこの部分だけ作ろうかな。今回紹介させていただきましたファイナルファンタジー7リメイクプレイヤー使いのティファのドレスバージョン、今回はエアリスの時みたいにパッケージ詐欺はなかった。このクオリティだったらかなり満足できるんじゃないかな。クソかわいいよ。このドレスっていうのがまたそそられますね。ただね、俺的にはこのノーマルバージョン、頭部パーツだけね、この頭部でいいんで別売りで発売してくんねえかな。この顔はねちょっと違うんじゃねえかなって感じはするんでね、この造形だったら結構次も期待できるんじゃないかな。次あるの、実を言うとね、このティファ違うバージョンがつい先日予約開始されたんですよ。この姿もクソ可愛いんだけど、俺はね当然速攻ポチりました。まあこちらもね、また届き次第レビューの方してみたいと思います。で次回の動画になるんですけども、次回はセイントクロスマイス、ただねライブ配信をちょっとやりたいんですよ。多分普通のレビューをする前にライブ配信一発ぶち込むかもしれません。興味のある方はね、ぜひともご参加ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。